皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました、徳島県立鳥竜造記念博物館の石井信夫と申します。本日は1時間半、時間いただきまして、前の方に、移ってございますように、鳥竜造世界に広がる地の遺産というテーマで、鳥竜造の業績は非常に広いんですけどもね、生まれた時から亡くなられるまでを全部トータルで、総括できるようなお話にできたらなと考えております。それではもう早速始めてまいりたいと思いますが、まず鳥居隆三という名前ですね。徳島県内では結構知名度はあると思うんです。ただ、具体的にどんなことをした人なんでしょうかというお話は結構ね、こうやや風化しつつあるかなという感じもします。鳥居隆三とはと書いておりますけれども、よく言われますのが、徳島市出身の世界的な学者なんですと。国内よりもかえって、世界中の方で注目が高いんですよとよく言われます。それから、よく小学校の教材なんかではね、郷土の偉人なんですっていうことで紹介されるんです。で、ほな鳥竜造さんって何やったんですかって言われたら、っていう感じちょっとなりますよね。この辺あたりをね、少し基礎的なところから、確認していきたい。具体的に何をした人なんだろうかっていうお話をしていきたいと思います。そこでですね、ごくごくも基本的な情報なんですが、生没年の話からさせてもらいます。いつお生まれになって、いつお亡くなりになったのか。まずお生まれになりましたのが明治3年でございます。もう随分年数が経っておりますよね。140年を超えておりますのでね、竜造さんがお生まれになったこの4年前はまだ江戸時代というふうな、近代のもうごく初めの初めに生まれた方である。で、お亡くなりになりましたのが1953年、昭和28年、戦後の混乱がようやく収まりかける頃にお亡くなりになってます。戦後まで生きておいでたんですけれども、それでももう没後60年を超えているというふうな方になります。従いましても完全にもう今の若い方々から見るとね、歴史上の人物ということになりますが、意外と現代人にも学ぶ点があるのかなということを感じているところです。それで職業ですね。どういうご職業の方なんですか。学者と言いましたけれども、学問範囲も非常に広いのでですね、一言でこの学問範囲を言いますと、人類学研究者とよく言われます。で、人類学っていうあの学問は聞いたことはあるんですけれども、これもちょっと分かりにくいですね。一般によく思われているのは、鳥居隆三は考古学と違うんかと、発掘なんかようやったんじゃないかという感じがしますけれども、それももちろんそれで正しいんです。ただ、もともとの彼のあの学問の訴えはどうも人類学というとこからスタートしているらしいっていうのが2点目でございます。で、世界を旅して回ったということになるんですが、その行動範囲について確認しておきます。一言で言いますと、東アジア全域、東アジアというと広いですよね。最南端で言いますと台湾、最北端はシベリア東部であります。シベリアでもですね、こう世界地図をこう思い浮かべていただきたいんですが、バイカル湖というあの湖がありますね。シベリアの真ん中辺の三日月型になっておりましてね、後半にイルクーツクっていうあの町があるんですが、そこまで行っております。で、南の方は意外と知られてないんですけどね、東南アジアも全部こう知られてもらったようなイメージがあるんですけれども、実はまあ台湾が、南限です。それでも台湾から中国全土、シベリア、中国はもちろんですね、千島列島からともう全て回っている、そういうふうな行動的な学者であったということになります。続きまして、鳥居隆三のね、この顔立ち、肖像ちょっとね、どんな方なんですかということでね、確認してまいりたいと思います。よくありますあの肖像ですね。まずこれは最晩年ですね。81歳です。82歳で亡くなられますので、亡くなられる1年前に撮った写真であります。で、ちょうどその頃に長い海外生活を終えて帰ってきまして、死期を悟るんですよね。で、東京で暮らしながら、自伝を書く、ある老学徒の手記という、ね、名前で朝日新聞からね、新聞社から出版されておりますが、それを書いていた頃の竜三の顔がこれであります。で、おそらくこの、ね、写真がモチーフになっとると思いますが、戦後地元の方に石碑ができるんですよね。徳島城跡の城山のですね、麓にあの城山貝塚があります。この、左横の方に立っている石碑がこれですが、最晩年の頃の竜造の顔を、モデルに、彫刻がなされている。で、我々徳島県人から見ますと、こういうふうな感じのイメージが強いんじゃないだろうか。
非常にまあ穏やかな感じで、まあ人生をほんまにもう酸いも苦いもかき分けたその次におるような感じを持っている写真でありますけれども、ちょっと遡っていきたいなと思います。もう一枚の写真が、これですね、60歳代から70歳代ぐらいかなっていうぐらいの年齢感やと思いますが、自宅の書斎で写しております。ちょうど川内村氏というね、徳島市の川内町です。まだ川内村だった頃に村氏を作るんですね。でその監修者に、著名な学者が欲しいということで龍蔵に依頼するんです。でこの川内村氏を活気取った頃の、龍蔵であります。ちょっと時代がね晩年に遡っておりますが、さらにこんな顔が出てきます。この丘はね、皆様がご覧になられたんじゃないでしょうかね。あのうちの博物館がね、あの5年前に新しくできました。でその時の、まあ、メインの肖像ということでポスターには大概、まあ、これを作ると思うんですけどね、まあ、一番まあこう恰幅のいい時期の写真であります。まあ、要するに東京帝国大学で、まあ、教員を務めながら世界的にも認められた頃の写真でありまして、まあ、いわゆる偉人っぽい感じの、まあ、写真であります。でさらに遡っていきますと、これは朝鮮半島ってことですね。1911年で正確にはまあいわゆる満州だったんですね。満州から朝鮮半島に入っていこうかなっていうこの、川を渡るんですけどね、その直前で写した写真です。ちょっとねこう緊張感に見られる顔するんですね。で、年齢的にも 40ぐらいですね。非常に若いですし、なんか現地調査人っていう感じがまた出てきます。でさらに、それよりさらに10年ぐらい若いこの写真といたしまして、これですね。この写真初めて見た時びっくりしましたけどね、これが鳥居龍蔵なんかなと思いましたけども、もう色が真っ黒系です。これは30代の時に台湾で撮った写真であります。で周りを取り囲んでいるのは、まあ、台湾の現地住民の方ですね。で我々は台湾というとどうしてもチャイニーズのイメージがあるんですけどね、もともと住んでた方は違います。で当時は山岳地方にいっぱいいろんな原住民族がおりました。でその方々と、いろんなものを聞き取り調査をしながらですね、生活を調べている頃の龍蔵です。まあ痩せてまだ若くてもう色は真っ黒けなんですね。こういうイメージの、肖像もございます。で、今日焦点を当てたいこの龍蔵の姿というのは、まあ、もちろん一大級やるわけなんですが、特に力点を置きたいのは、まあ、本日のポイントと書いておりますが、フィールドワーカーとしての鳥居龍蔵。やっぱり鳥居龍蔵の真骨頂とか念打ちというのはね、いろんな本を書いたのも確かに本なんです。でいろんな講演をいっぱいやってるんですけどね、一番その源になったのは世界中の現地に行ってきた。これも、1週間2週間という単位でなくって半年1年1年半で、何十回にもわたってさまざまな民族の村に入っていった、こういう部分をまあ焦点にしながら、話をしてみたいと思います。ただですね、1時間半という結構ね長い時間がございますので少しぶだてを考えてみました。本日のメニューと書いておりますが、4章立てでいきたいなと考えています。でその一つが、まず生い立ちです。鳥居龍蔵自身はいろんな特徴を持った方なんですが、特に学歴っていう面に関して際立ったところがありますので、そういうことを中心にまず生い立ちの話をさせてもらいます。続きまして、第2章ですね、研究手法。ある時期までは東京大学の教員になるんですよね。である時期に東京大学をいきなり辞めて独自のやり方で調査を始めます。でそれにどういうところに特徴があったのか、どういう形式を持っているどんなメリットがあったのかっていう話を中心に、第2章の研究手法の話をします。第3章でございます。アジアを駆け抜けると、ちょっとまあこう比喩的な表現になっておりますが、先ほど申し上げましたように、東アジア全体も何十回にわたって逃走しましたので、その具体像を写真資料なんかを使いながらご紹介したいというのが第3章であります。最後に第4章ですね、鳥居龍蔵が残したもの。冒頭で申しましたように140年前に生まれて60年前にもう亡くなっております。で我々の、いわゆるまあ生活感覚からいうとほんまに歴史上の人物になりつつあるんですけれども、現代人が例えば鳥居龍蔵記念博物館というふうな県立のね、博物館を経営しながら何か学ぶことがあるんだろうか、何を現代人に訴えてくれるんかいなということを最後に少し考えてみたいなと思っております。それでは早速ね、あの第1章の方から順次話をしていきたいと思います。まず生い立ちということなんですけどね、生まれた家ですね、生家の話化していきます。これはあの徳島市内中心部の、ね、空中写真ですが、ここに城山がございまして徳島公園になっております。
で徳島駅がありまして、広い道がずっと眉山の方までこうねメインストリートでこう続いております。最近この辺辺りはねずっと寂れてる寂しい限りなんですけどね、かつてはもうほんまに江戸時代からこの辺辺りがもう徳島の町の中心だったということになりますね。で、龍造の聖火はですねちょうどこの位置ですね、この位置でございます。新町橋を駅の方から眉山に向いて渡ったすぐ左に、今現在の風景で言いますとこんな感じになっておりますが、よくあの町遊びなんかでね近年ではね、若い子が集まってわーっと水上ステージがあってねやっと公園があります。あの公園のすぐ隣に鳥居家がありました。ですから、写真の方にね、ガラス張りの建物が写っております。それとそのガラス張りの右向かいの方に、水戸銀行があります。この辺あたりの通りを挟んで両側に敷地を持っとった、まあ言うたらもう徳島の城下町のほんまの一等地にね大きい屋敷を持っとるような家の子であったと。で、現地の公園まで行きますとね、意外とねこれ皆さんがね気づかないんですよね。私もこの間に来るまでは実はねあんまり意識して見たことがなかったです。鳥居龍造博士誕生の地というのは日々も立っております。でこの半分また誤解のもとになったんですが、この場所がそうなんだってみんな思いましてね写真を撮るんですが、その隣の方の敷地が、本当の敷地、家でありましたと。当時のまあ雰囲気を探ろうと思いまして、古い絵画を探しましたが、まあ、こんな絵が見つかりました。これはまあ近代になってからのまあ絵なんで、ではあるんですけどね、まあ、江戸時代の風情をちょっとまあ残している。橋を渡ってこう白壁の、ね、蔵なんか並んどって、商業都市として徳島は非常に大きかったですね。そういうふうなまあ商業の中心地区みたいなところでお生まれになった。でどんな子供だったのかというようなお話になっていくわけなんですけれども、幼少期の写真が1枚残っております。7歳から8歳ぐらいの頃の写真やと思われますが、こんな写真があります。どうでしょうか。洋服を着てですね、シルクハットをかぶりまして、一番のこうポーズを決めたわけですけどね、これは明治3年に生まれた方が、まあ、7、7、8歳頃なので明治10年ぐらいで、明治10年というなら、日本人の中で西南戦争なんか起こってね、で西郷隆盛が接吻なさったその年です。でそんな頃にほんまに写真なんか普及してません、ね、特別な方が写真を撮るような時代に、おそらく徳島には一軒しかなかったであろう写真館で、普段めったに着てないような洋服を着て写真を撮って、まあ、かなり裕福な家のボンだったんだろうという格好ですね。それが少年でありました。よく伝えられますのがまだ自分の辞典の中にもあるんですけどね、私幼い頃は何不自由なような生活を送ったように思うと、ね、親を欲しいと思ったら欲しいものは何でも買うてくれた、ね、で私は非常にまあなんかこう収集癖があって物を集めるのが好きやった。これはね、あの後年の、ね、調査の方にも影響を与えてくると思います。本当にね、あの龍造の資料を見るともね、なんでこんなもん掘らはらんと持っとんかいなっていうようなものまでもとにかく整理しておいておくんです。そういうのは癖がありますが、少年時代からそうであったと10回したんですね。で特に大人びた趣味がありまして、浮世絵でありますとか人形浄瑠璃の脚本とかね、歌舞伎等々にまあ興味があった。本家が持っておるものにはこんなのがありますね。新書太閤記、まあ太閤記ですのでね、ほんな堅苦しい本ではないんですが、まあ、一般の大人の読むような本ですね。これを少年時代から買い求めて持っておったり、右下のが富岳三十六景ですね、まあ、こういう浮世絵のコレクションがあったりというふうな、まあちょっと一風変わった少年でありました。で、龍造さんもね、少年時代どうしても書くことができないのは、学校教育との絡み関わりでございます。まあ、小学校出ていないっていうのがよく言われるんですね。で、ついつい誤解してしまうのが、当時はまあ明治の初めなんでね、全員が小学校行ったわけでもありません。で家が貧しかったけん続けれんかったんかいなとよく思われるんですが、どうもこれは実態とは違うようです。で、いろいろ本人なりの思うとこがあったんでしょうが、小学校2年生で辞めてしまった。で、これはですね、今年のね、1月末から2月にかけて企画展をやりました。で、この関係の、ね、記事で、まあ、特集の一面に載ったんですけどね、鳥居龍造の卒業証書が2枚目が見つかったという記事がありました。ご記憶の方もおいでと思うんですけどね、2つの卒業証書が実はあったんだということですね。1つが、左側の方です。加藤小学校8級、これが従前からよく言われてるね、2年生で辞めた時の卒業証書であります。で当時は旧制になっておりましてね、学年という考え方がなくて、で特に、剣道やら書道なんかの級と一緒でね、数が減っていくと上達していく。ですから10級9級8級で、半年経ったら1級上がるらしいんでね、この8級というのは、まあ、大体2年生ぐらいに相当するんだろうと、
いうふうに考えております。これは自伝と矛盾しません。ところがもう一枚の方のは小学校中等か第3級、中等って書いてますけどね、まあ、いわゆるまあ後半の方で高学年のことを指していると思います。でこの頃はちょうど学校制度になった時期なんで、もう毎年毎年変わっていくんでややこしくて仕方がないんですが、どうもこれは小学校5年生ぐらい相当するのちゃうかなと、この卒業しとるでというふうな話になるんですが、辞典を読む限り私はもう完全に2年生で辞めて1回も言ってないって書いている。で、つらつらずっとの辞典を詳しく読んでいきますとね、2年生の時に、担任の先生に、お前見込みがないぞと、要するに落第を繰り返したんで、厳しく言われたと、で次に退学させられたんだと少年流蔵を思ったわけですね。でもう行けへんわということで行かへんわとしたところが、親元の方によると後日談がありましてね、再々学校から督促が来よったらしい、なんで休んどんかとというふうな時期があったんだろうと。で結局まあ5年生ぐらいまだ親御さんの方はいつも持ったらええのになと思いながら、学籍を置いておった。で、当時のことですのでね、まあ籍があるんやけん、まあ、一応症状出しておかっていうのがあったんだろうと思うんですが、この頃までは卒業証書を発行しとったということですね。ですから、学籍上は5年生ぐらいまで籍があったらしいんですが、ご本人自身の意識としてはもう2年生の時にわしはもう辞めだし1回も学校に行けないっていうのが実態らしいっていうのがまあ真実のところです。とにもかくまあ大事なのは、2年生だったか5年生だったかって議論じゃなくって、小学校教育を最後までやらない、しかしながらその少年は20歳になる頃には東京大学で勤めているんです。でこれは非常に不思議なところでね、じゃあその数年間の間、鳥居少年の話をしよったんだろうかということが、非常に大事な点になろうかと思います。退学後に何をしてたのかということで、全ては分かりません。本当にね、一地方都市のですね、小学生中学生の動向っていうのは探りにくいんですが、こういう資料が残っています。清見山古墳という古墳がね、今現在でもあります。あの埋蔵文化財かな、あのなさった方にはまあ有名な古墳なんですけどね、徳島市の二軒家町のね、コンピラさんのある山ですね、インベ神社のその上にありますが、そのインベ神社からちょっと上に上がってきますと、ピークがありまして、古墳が残っております。でこれを、15、6歳の、まあ、中学生ぐらいの年齢の流蔵少年が自分で調べて、こんな古墳があるんだということをスケッチに残して、これを、東京の学術誌に投稿しようと、ごつ積極的なところがあるんですね。なかなかね、こんなに学術誌に投稿できないんですが、当時はこれで結構掲載されるんですよね。で、これ展示品の中にもあるんですが、正直に言ってくださいと、この図面どう思いますかって言ったらね、鳥居流蔵さんのじゃと思うんでね、へえともう見るんですが、こんなに上手じゃありませんね。ビックスな誰も描けないような図面じゃないんだけれども、こういうあの記録にしてね、遺跡を残そうということ自体が珍しい時代ですので、これで評価されていくんですよ。で、徳島という地方のね、これもまだ二十歳になってないような少年がよく投稿してきて、誰も知らない、要するに東京の人間知らないような遺跡情報を提供しとったということになるわけです。よくよく調べていきますと、いろんなこと言ってますね。三重町の方にございます段の塚穴、これがまあ徳島県ではおそらく一番有名な古墳だろうと思います。昭和17年でね、戦前からも国の史跡になっておったというね、非常に大きな古墳ですが、ここにも足を運んでおります。で南の方では弁慶の岩屋っていうのがあるんですね。あの巨石構造物みたいに思われてますが、これもあの横穴式石室の大型のやつの残結です。こんなものをチェックしましてね、実際にそこまで行って調べてくる、で同じようにやっぱり記録を残すんですね。こういうふうに石が斜めこう傾いとって、微妙なバランスで支えをとって、なんとか潰れんと思っとんだっていうのがよくわかると思うんですよね。で、写真も撮ってきております、ね、これはまあ写真自体は後の方なんですけどね、明治21年ですけど貴重ですよね。で今現在平成の我々が見ようと同じように、当地からやっぱりもう半壊状態、崩壊寸前の状態であったというのが分かります。でこのようなものを、考古学というよりは、ね、当時人類学という方が先に進んどったらしくて、非常に新しいと思われとったね、東京人類学会というのがあるんですね。そちらの方 の、 あの学会誌、人類学雑誌の方に投稿しておった。で、これがね、あの再々投稿が続きますのでね、それを感受しているような、学者の方から目に留まるということになってきます。で、じゃあどうして人類学やね、今現在でもそんなにポピュラーでないような分野の方に関心がいったんだろうかと、いうことになりますが、これは非常に面白いことですね。小学校教育は馴染めなかった。で、晩年のね本人のインタビューが残ったんですが、なんかね小学校落ち着かないんだ、
つまり家では好きにできたんですね。でいろんなものを調べて頼んだ買うてくれて、で自学自習できてたのに、学校に行ったら一斉教育ですからね。これは今現在でも変わらんですね。今日今の時間は国語やと、なんで国語専門という世界はどうしてもあるんだと。でそれにどうしても馴染めんので、もう夕方まで持たんのだと、まあ家が近いのよう逃げて帰んよったというところがありました。だからあんまり関心を引かなかったんですが、やはり影響があるんですよね。1年生の一番初めの教科書のめくったところの、まあ、記事がこれであります。もうこの絵を見てびっくりしたと、ね。これは何でびっくりするか分かりにくいところなんですけどね。今我々はいろんな映像を見てます。アフリカの方もこんな感じっちゅう当たり前のように知らん間に知ってますね。肌の色の黒い方もおいでる、ね、頭がパンチパーンみたいなところもおいでる、ね。もちろん西洋人は目が青くて背が高くてっていうようなイメージを持ってますで、当たり前のように知ってますが、まだ、開国間もない頃の少年から見ると大体アジア人じゃよう似たもんなんだと、髪は黒いし、ね、こんな雰囲気の顔でと思うんですね。ところがこの写真を見たらとんでもないような顔がいっぱい写っとってね、世界には5つ大きく人種がおるんだということを書いてある。でもこれにごっついびっくりしたっていうのは高生まで、高年までずっと言うわけですね。でつらつら考えるに、ほな人間って一体何種類おるんかやとか、どんなつながりがあるんかやって関心が芽生えたのはこの時なんだと。つまり小学校自体は全く続かなかったんだけれども、何かやっぱり言ったなりのインパクトがあったんだということになると思うんですね。で先ほどの現地調査とまあ関連するんですが、ほな、グループで学習せんかと、まあ、今現在でもね、なんとか研究会がたくさん無数にありますけどね、やっぱり仲間が必要であろうということで、こういう仲間ができてきます。真ん中に写っている洋服の人物が、まあ、龍造であります。で割合ね、龍造って男前でありまして、すっきりした顔するんですね。でそんなに高年目に太っておりません。で周りにもなんとなくこう身なりのこう良さそうな、要するに近所の商家のボンやと思うんですよね。一緒にやらんかっていうことで自分がリーダーになってね、グループを作るんです。で王子代の名前なんですが、徳島人類学材料取り調べ仲間と、今現在の徳島人類学研究グループぐらいのね、ネーミングだと思うんですが、これを作って活動を始めた。でそれがね、先ほどの東京人類学会の東京の方の学者の目に留まるんです。で文通ができるような人物が一人できまして、それはですね、坪井正五郎という、当時の東京大学の教授であります。で、坪井少年との文通が始まるんですね。で、坪井正五郎も急速に傾倒していく、ものすごい偉い人に知り合いになったということで、いろんな相談を持ちかけるようになります。でも先生先生言うて来てくれ来てくれという話なんですね。でついに坪井正五郎が、徳島まで来てくれます。先ほどと同じメンバーが写ってますよね、羽織袴のね。で龍造だけまあこう頑張って洋服を着たわけですよ。でこの右に隣に立っているのが、当時の人類学会のもうリーダーです、坪井正五郎が立っている。でそれは今の金龍杉の、前の写った写真、例の寺町の金龍杉のね、記念撮影を撮った写真であります。で、こうやって交流が踏まってくると、だん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 ね、やっぱ徳島で飽きたらないなってくる。でわしも東京に行ってもう坪井先生と一緒に活動したいわということを考えるんですね。これも若い青年のありがちな発想でありまして、東京の方に出かけていくようになります。で、明治23年に、単身東京に出てきます。最終的には家族もね、あの長男だった龍造ね、長男さん、次男だった長男様さん、早く亡くなるんですよね。跡取りの龍造を応援せないかんやと、もう会議を辞めてしまって、みんなで東京に移るんやけどね、とりあえずまず初めは単身で東京に行くんですね。それが1890年、明治23年ですが、ちょっと読んでみるとあれと思うような記事なんですけどね。家族より一足先に一人で上京した。ところが坪井正五郎の家に行くとおらなかった。どうなさったんですかというと、いやヨーロッパに先生は留学に行ったんじゃ、3年は帰ってこんだよという話なんですね。でこの辺あたりでなんでアポイント取らんのかなと思うんですけどね、まあ、この辺あたりは、まあ、時代の背景なんかもしれませんが、とにかくもう、取り込んでいこうって行ってみたら、先生はもう3年間外国に取った。で普通帰ってくるんですが、結構たくましくてですね、京都出身の偉い人を訪ねて回るんです。知名度高いところで小杉杉村とかね、歴史教師でおります、あの阿波国朝古雑書なんかを作った方やね、ああいうところに転がり込んでしばらく居候しょったり、訪ねられていくわけですよ。で3年間粘って坪井正五郎を待っちょったと、いうことらしいです。でようやく3年過ぎたあたりで坪井正五郎が持ってくる。で正五郎もびっくりしましたね、この少年が3年前から出てきてわしを待っちょったんかいなと、まあ、いう話になるわけですよね。で、まあ、ほんだけ熱意があるんやったら何か世話せないかんなと、
しかしながら、何遍も繰り返しておりますように全く学歴がありませんので、まあ、教員身分は難しかろうということで、東京大学人類学研究室の標本整理係、なんだろうなって感じなんですが、よくよく考えたらこんなおいしい立場はありません。東京帝国大学ですからね、当時の日本では一番いろんな世界中からものが集まってくる場所です。そこに珍しい各地域の標本がある、これ整理しとけよっていうことが一番初め、龍造がこれを開けて触ってで大きさを測ってこれ何回なと思ってめくってみたりできるわけです。まあ、最新情報に接することができる。でこれ数年間やるわけです。でそれをもう踏み台としましてね、記録を調べてみると盛んにやっぱり人類学雑誌の方に投稿を繰り返して、もう事実上教員でないんですけれども有名な研究者、若手研究者に変わっていきます、ね、だん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 投稿を表していくわけです。で東京大学の写真を写しておりますが、今現在でも、まあ、いわゆる大学教育のヒエラルキーのトップにおると思いますが、そこの職員に、席を占めることになります。これはまあ当時の記念撮影ですが、ヒゲを生やした高烈右側の坪井正五郎、その左隣に立っているのが標本整理係の龍造、それ以外の方は皆帝大の、エリート学生と、いうことになります。で、順風満帆って結構行くんですよね。その後ですね、実力があるんだからと、いうことで、ついに講師になります。講師になるということは教員の一角に入っていくわけです。で、1921年、大正10年には文学博士の学位も授かってます。今現在でもあの博士号ですね、学位って不思議なもんでね、博士課程を卒業しないと出れないわけではありません、もらえないわけではありません。博士課程を卒業しますと権利が与えられるんですね。で一定の期間内に論文を書きますと学位が授与される。しかしながらそれと同等もしくはそれ以上と認められる審査に通るとやっぱり学位は認められるんです。で龍造は後者の方でございまして、学位まで授かっている。で正式に助教授にもなり、私学の方からもやっぱアポイントメントがあってね、当時まあこの歴史系では非常にまあステータスが高かった国学院から教授の話も来ている。まあ順調に大きくなっていくわけですね。で当館の持っている資料の紹介になりますが、文学博士になった時の学位記が残っております。先ほど申し上げましたように、所定の課程で博士課程を修了したものと同等もしくはそれ以上というような文言がありますね。今現在は多分大学単位で学位を授与します。大学長からもらうんですね。この当時は、大臣からもらいます。いわゆる文部大臣から認められたという格好になっている。で、ただこの学位論文ですね、同等もしくはそれ以上と思われた素晴らしい論文があったはずなんです。でタイトルも分かっとって満蒙の有志以前というんです。満州蒙古地方の歴史時代よりもっと前ですね、文字のない時代のことを調べたというものなんですが、実はその現物はもう残っておりません。1921年にこれを提出するんですが、その2年後に、関東大震災が起こります。でまだ活字にできていない状態で原稿の束を持っとったはずなんですけれども、大混乱の中で脳なしてまうんですね。ですが幻の学位論文で一体どんな内容になったかわからない。ところが、ちょっとあの当館のまあ宣伝にもなるんですが、こういうあの原稿用紙の束が保管されております。で内容をつらつら概略を見ていきますと、満蒙の有志伝というタイトルに非常に近い内容を書いております。で時期もよく似た時期に書かれておりますので、これがいわゆるまあ下書きなんちゃうかなと、いわゆる草稿に当たるものじゃないかなと。で、実は非常に大分なものなので、これあの何百枚もありますのでね、実は読めておりません。これをきれいに読んで、まあ、翻訳していく。で、龍造 の、学術史の中に位置づけていくと、ひょっとしたらこの満蒙有志伝と近いものが復元できるのかなということも考えております。まあ、このようなものも残されている。ところがここまでがまあ順調にいった話なんですが、この関東大震災の翌年ですね、いきなり東京大学を辞めてしまいます。で、鳥居龍造なんでってことは辞めたんでしょうかと、順調に行っておったんだけど、もうこの時点でかなり有名な学者になったわけですよ。にもかかわらず急に辞めた。でよく言われるのは、やっぱり学閥の時代だったんだなと、ね。東京帝国大学も通称も帝大なんですよ。何も言わずに帝大と言うたら各地に帝国大学があるけど、ほら東大のことやろというぐらいのステータスがあって、でこれはもう第一高等学校も含め、所定のルートがあってね、まあ言うたら国家エリート的な方が集まっている。その中に、あまりに職の取り入れ図が混じっとったらやりにくかったんちゃうかと、まあいうことが、まあ、よく言われます。しかしそういう理由でって回答もないんですよね。だからこれはあくまで推測に過ぎない。
それともう一つ客観的な事実を言うと、その前年に坪井翔吾が亡くなってます。だからそういう異色のキャラクターをもうごっつい力でバックアップしよったのはやっぱり師匠の坪井翔吾なんです。でそういう人物がおらなくなったので活動がしにくくなったのかもしれない。でこの管理するのですね、ステータスの高い大学でも粘っておるよりは別の方法で自由に活動した方がいいなというふうに判断する時期が来たのかもしれません、ね。で東京大学を辞めまして、ただ研究を辞めるわけではありませんので、研究していくような一つの形が必要になります。でそこで作りましたのが、鳥人類学研究というものであります。ここからがですね、研究手法、第2章のものが入っています。どんなふうな方法で彼は研究していったのかと。で、この時点までは、管理の、ね、帝大の教員だったんです。それがカラッと変わりまして、全く別の方法になります。その母体になったのが鳥人類学研究所。まあ、豚手の話をします。その話の続きに、さまざまな方法を使って学際的な研究手法の話に続けていきたいと思います。まず研究所の話なんですけどね、これをですね家族単位でやっていると。これがもう大きい特徴です。まあ、要するに所長は龍造です。副所長は奥さんの君子さんだ。で、研究員助手等は、娘2人と、息子1人やる、ね。そういうの家族単位でやります。ということは鳥居龍造が年がら年中も海外に出ていきますよね。すると、少なくとも1人は、奥さんがついていったり、娘さんがついていったり、ないしは奥さん娘さん総出でついていったりということを繰り返しますので、日本での生活がごっつに成り立ちにくい環境になるんですが、もう家族全員でついていっきょったというのは事実になります。ですから、生涯で14回も行った、モンゴル地方なんかは基本的にはもう家族みんなで総出でいてますというふうな家族にここから変わっていくんです。家族全員で取り入れをサポートしていこう。メンバー紹介しますと、一番重要なのが、まあ、奥さんの金子さん、それから長男の達夫さんという方が出ました。長女の幸子さん、次女の緑子さん、ちょっと変わった名前でね、噛んでしまいますので、まあ、通称緑と呼ばれてますね。ご本人もあのローマ字なんか緑で署名してますよね。それから、次男の龍次郎さん、龍次郎さんは戦後徳島でも長く存命されてましたよね。一番最後まで、残っていた鳥居家族の、末っ子であります。で、それぞれ得意分野がございまして、まあ、こんな格好です。長男達夫さんだけは記事がないのはね、非常に早く亡くなりましたのでね、ちょっと書けないんですが、奥さんがいわゆるまあ障害担当、語学が堪能だったので、とにかくいろんなコミュニケーションを取りながら知らない村の方に段取りをつけに行く。でずっと二人三脚で研究しよううちに本人自身も自然と学んで人類学の論文を書いて認められて著書ができるようになっていく。で、まあ、すごい人なんですけれどもね、この人が、まあ、事務局長をやっている。で、辰夫さん少しとしまして、長女の幸子さんと次女の緑子さんは現地調査に行ってスケッチを担当する。ね、これはまた後で見てもらいますけどね、なかなかのスケッチであります。で、お姉さん2人がね非常にスケッチが堪能なんでね、末っ子の龍次郎は対抗できないので、写真を担当する、ね、もう写真もねもう撮りようなんでね、まあ、晩年の頃にはお前プロ級になっておったと言われておりますけれども、こういうメンバーであります。順次まあご紹介していきたいと思いますが、まずあの奥さんの金子さん、これはあの宮崎に調査に行った時の写真でありまして、こうおしどり風状にまあ立っておりますけどね、若い頃の金子さんの写真がございます。これがまだ結婚してない頃だと思うんですがね、お会いになったまあ直後のまあ写真やと思いますが、非常にまあ意志の強い、凛然とした、ね、これ顔立ちをしておいている方なんですね。で、これがあの結婚式当日写真です。これ今現在のようある構図でね、新郎新婦を挟んで両家の親族がこう写っとんですよね。ここまで来るまでは結構大変やったと。で当時のことなんで、実は恋愛結婚でなくてお見合い結婚になります。とか見合いにもかかわらず、見合いが終わった後にね、奥さんの方の家族が猛反対を始めるよね。家の雰囲気が違いすぎるのちゃうかと。つまり、龍造の家はもともと裕福な、商家の出である。その頃この頃左山になったと思う、儲からないんだと思うんですよ。ただ金は天下の回り物的な考え方があって、儲かる時は儲かるんや、やりたいことはやるんやというような発想です。で、市原家っていうんですよね、金子さんの家の方は中級のお武家さんです。で役を持っておりますね、半生時代からね、まあ、今で言うと公務員課程です。で手堅くやってきてるんでね、ちょっと危ないんちゃうかと、これ生活と可能性があるぞと
いうのでみんなが猛反対する。ところが、キミコさんの方が龍造に対して非常に強いなんかインパクトを感じたんでしょうね。あの人はただもんでないように思うんじゃと、ひょっとしたら博士になるかもしれない、もっと言うたら私が苦労して博士にしてみせるんじゃということを言うんですね。で、親族を押し切ってこの日を迎える。で、実際の生涯がこれに近いような生き方をこの人はしていきます。ですから鳥居龍造自体はもう何でもかんでもできる人じゃないんですね、学問に関してはほんまに鬼のように強い人なんですけれども、ね、日常生活とか金儲けに関しては全く無頓着になる。つまり服を着たら全部ボタンが掛け違えとると、でこれはいかんかというんでちょっとお父さんこっち向いてみて全部掛け直して表に送り出す。で今日は公式の会やけんネクタイ巻かないかんでってこう襟を立てるじゃないですか。で襟を直さんと出ていくんで襟を下ろしていかないかというふうなことをせないか。しかしながら別の分野でものすごい強いものを持っておりますので綺麗にして送り出すとね、鳥居龍造はやっぱり大先生で折れるんですというふうな、家族になっている。で象徴的な写真がこれですけどね、これモンゴルに1回見に行って、3年経った時の写真であります。現地住民の、テントで住んでおります。ギルと呼ばれるんですね。ギルと呼ばれるテントの前で写った写真で、小さい子供が写っておりますが当時3歳の長女の幸子である。ここで親と思いますよね。モンゴルに行って3年経った時の写真が3歳の幸子が写ったわけです。ということは生後間もないあの血の実をつつれてモンゴルにこの夫婦が行っとった。で、つまり、幸子はもちろん日本の学校に就学しておりませんし、当時のモンゴル人今でもあんまり行きませんけどもね、日本人なんかほとんどいたからね。で特に旅館や本があっせんしてもらうわけないんで現地住民と一緒に住まないかというような危険も伴うっていう、もう平気でこの夫婦はやってのけとって、抜群のいい笑顔なんですね、結構幸せそうな雰囲気の写真を撮ってこれでいける夫婦の家庭に変わっていっているということになります。それからこれはね、昨年見つけました面白いなと思ったんですよね、先ほど言いました、龍造師匠の、坪井正五郎から奥さんの君子さんに直に宛てた手紙です。龍造に送らないんです。でこの要点をこう読んでみますと、龍造君をだいぶ出世してきて、東京大学構内に研究室をもらえることがあった、ね、続いてはいろんな必要な道具を運搬してます。この本人に言うたらね、日に日に会えるのにね、奥さんに言うんです。で丁寧に地図まで書きますね、この辺りね、ここが弥生門だと今でもありますね、南と西門があって元南と赤門があるんですね、一番北側の門ですが、そこから入って突き当たりを左に曲がって右に折れてうんぬんやでいっぱい書いてますね。でこれを言うといたら金子さんに言うといたら大概のものがする本人で言うよりはるかに早いんだということでね、坪井正五郎師匠の方もだいぶ金子さんを凍っておった。それからもう一点がこれですね、これも坪井正五郎絡みですけれども、百穴の道の木、埼玉県にも現在吉見百穴という史跡があります、小さなあの横穴の墳墓群なんですよ。もう山 の斜面にいっぱい穴が開いてるんですよね。これを見学に行った時の紀行文ですが、行ったのが、市原金子って書いたのが、奥さんの金子さんで、それともう一人が坪井正五郎です。龍造いてないんですね。でそれから市原っていう姓ですから、まだ結婚する前なんです。その時点から随分この市原金子の方も飼っていたという、まあ人物であります。続きまして、長男田澤さん、写真も残っておりますけどね、みんな同じポーズなんですよ。これと同じポーズの、肖像写真が残っております。これがまた絵にした分これなんですけどね、非常に聡明であった。で早い時期からまあ研究会で認められてパリに留学に行ってた、まあ、ほんまに龍造はもう目の中にいたんで、ね、もう将来も職を仕切っとったんですが、パリで滞在しとる間に、原因不明なんですけど熱病にかかってあっという間に亡くなってしまうんです。まあ当時の論文のこれ写真なんですけどね、まあ、こんな活動しとった方なんですが惜しくも早く亡くなった。その後に、まあ一番まあ長兄になっていったのが、幸子さんの、この方は非常に長生きされるんですけどね、これは宮崎でね龍造が調査しようという写真です。親父さんにこう寄り添ってね、結構いい格好で現地に調査に行ったんですね。これ今の発掘では考えられないことでね、発掘現場にこんな綺麗服着ていてどうしたかなと思われるんですけどね、当時は偉い先生とそのご息女はこんな格好ですよ。ところがこれで実際にまあ記録を取ったり調査するわけなんですね。で当時 の佐久間さんなんかの日記なんか残ってるんですけどね、鳥居博士のお嬢さんはもうびっくりするぐらい色が白くてね、綺麗やったね。ほんでもう指なんかも細うて白うみたいだった。ところが実際にこの絵を描きですね、ものすごい勢いでごっつい絵を描いたっていうようなことを、まあ、感想に述べてますけどね。
まあ、これはまあこれの、この写真の図だと思うんです。まあ、今からまさに描き始めようというところでね、まあこれをスケッチしてくれっていうことを言うんですよね。かなりの顔がこうばってますんでね、幸子さんの方ね、まあ、緊張してたと思うんですけどね。でその結果として、出来上がってきましたのが、この絵であります。どうでしょうか。同じような写真なのもスケッチなんですけどね、私はまあうまいなと思いますよね。特徴がね、写真以上に分かりやすいですね。やっぱりこうスケッチっていうのはそれを写し取るんですけれども、特徴を考えながらやりますのでね、かなりスケッチが堪能であった。それから、次女の緑子さんも同じようにスケッチを担当します。2人揃っていく時もあれば片方だけ連れて行った場面もある。それからこの緑子さんの特徴はね、ある時期にアメリカ生活をします。ボストン美術館の学芸員になります。かなりのインテリでありましてね。で、残されている手紙がたくさんあるんです。外国人の研究者からいっぱい手紙を持ってるんですけどね、まあ流蔵が 50% ぐらい、残りの 50% は緑子です。ですから、ボストン美術館の時期に非常に広いネットワークを持っとった人なんですね。で、まあ、こんなふうなスケッチが残ってます。だいぶ幸子さんのタッチが違いますけどもね、これ石器ですけどもね。それからもう一つ面白いのが、これはスケッチではないですね、挿絵なんです。でこれは少年画報ですかね、なんかね、そういういわゆる出版物の挿絵を頼まれて、職業として絵を描いていた、ですからまあ事実上プロであったということですね。これは石器人の発火法というね、挿絵なんですけど、こんなあるものを残っている。で、末っ子の龍次郎さんに参ります。まあ、お姉さん2人スケッチを任せまして、写真担当に変わっていくんですけどね、やっぱり末っ子は可愛いわけですね。ほんま将来いけるんかなと心配しておりまして、こんな写真があります。これは東京都でね、近所のお寺を現地調査に行った写真で、右側の白髪の老人が龍蔵で、まだ、初生かなっていうぐらいの年齢の龍次郎が一緒に写ってます。でこうやって調査した成果を、まあ龍蔵は筆まめですので必ず論文にまとめ直していきます。ただ一緒に龍次郎がおったんで、もうわしと連名しとけということで、龍蔵龍次郎連名で論文を出したっていうのがこれであります。要するに学会の方にこういう若い者がおるんじゃって売り込んでいきたいと親心で思うとるわけですね。非常にまあ可愛がったと思います。こんなものを保管されたんですね。これはよくあるんですよ。 どこの絵でも小さい子供はこんな感じの絵描きますね。もう見た通りの印象でわーっとこう落書きのように描くんですけども、こういうのが 何十枚も残ってる。で、なんでこんなの掘らんのかなと思いながらこう見よったら、大正9年3月で日付まで描く、要するに永久保存しようと思ったんですね。これは龍次郎が描いたものなんですが、龍次郎が描いた絵やけん日付入れといて全部取っとこうと思ったんだよね。ほんだけまあ、可愛がっておった。逆のようなこともあってね、これは龍次郎の描いた絵です。上の方に人物が座っておりますね。木が立っとって、ほんで大きな石なんですね、四角いのね。落ち差しの写真ですが、全然別の日に下の方の写真も見つかりまして、これ同じ構図やんかと思ったわけですね。でこれは、龍蔵がですね、父親の方が、愛媛県の大津で巨石を調べた時に、いろんな周りの現地に何十人も集まってる場面なんですけどね、龍蔵を撮った写真です。で、まあ、父親を尊敬したんですよね。すごい絵の具やわけね。でこれを自分のメモ帳の方にこう写しちゃったんですよね。まあいかがなもんかっていう意見もあるんですが、これはこれでね、立派だなという感じもします。まあ以上がね、人類学研究所のメンバーである。で終始、東大を実施してからはこういうふうな単位で活動していく。で家族全体で学問に取り組んでものをまとめていく。これはまあ大きい特徴になりました。で続きますね、もう一つの研究手法の話で、いろんな方法を並行してやっていく。例えば考古学、例えば文献史学。文献史学って今現在で言うと古文書の世界ですね。文字で書かれているものによってものを考える。考古学は、考古資料ですね、残されてきた、器物によって考える。それから、もともとの本家でありました人類学的手法も終生使っていきます。さらに、民族学的手法という部分ね、いろんな民族資料の収集やら、聞き取りなんかもやっていく。これは今現在も全部違う学問です。だから、文献史学の方に、土器を持って行って、先生歴史やっとんだろう、これ何時代って、これは知らんって高校の人に聞いてって言われる。で高校の人に、ね、古文書持って行ったら、これ以外が来る場所違うわって言われてしまうんです。ただ、本当に目的があった時に、一人でいろんな手法を駆使した方が分かりやすいこともあります。
で、後半の話にもつながりますが、良俗が最終的に考えとったのは人間って何なんだろう。さらに我々日本人ですけど、日本人ってどっから来たんだろう、ね、そんなことを考えていくんですね。そのためにいろんなことを調べます。で、字で書いとんで分かるのは字が読めた方がいいし、いっぱいもう山のように集めたらいいわと。で、字で書いとんで分からんもんは掘ったら分かるときは掘ったらいいんだ、ね。それから身体計測なんかで比較して人類の違いを言えるようなこの身体計測やりまくったらいいんじゃん。もう300人も400人も一発一日やるんですよね。そんなことやってます。だから目的に対して有効な取った方法は何を食べられなく全部使うんですね。でこれは今の科学者にはできないもんで、まあ、これはそんだけまあ一つの分野が高度に発達しましたのでね、これはできる人がおらんようになったんですが、良俗の当時はこれ一人で全部やる、一人が最適手法なんですね、ということをやったのが特徴であります。でこのまあ成果をご紹介してまいりますが、まず考古学の方法ですね。これもたくさんの、ね、資料が残っておりますが、有名なところでね、龍門の石窟寺院というのがね、中国にあります。なんか世界遺産だとか世界遺産候補かそういうレベルの非常に有名なものなんですけどね、崖 の, 壁面にね、穴を掘りまして石仏がいっぱいある、ね、まあ、世界的な名所なんですが、ここも調査に行ってます。で、これは多分聖書版ですのでね、あまり字が綺麗なので、まあ、龍造の直筆ではありません。しかしまあ調査を指揮したのは多分龍造であります。でこうやってね、どんな風な場所に遺構がこんな距離感で散らばっとって一応遺構配置といいますが、普通の発掘調査でもこれはもう必ず一番始められないことで、遺構が見つかった時に一定範囲内でどんな位置関係であるのかを取っていきますっていう風な配置図を作っている。同じ龍門で今度は、崖にあります、壁面にありますね、高さ関係が必要だと思いますね。遺構の立面図ということで、正面から俯瞰して、それぞれの石窟の位置を捉えたのがこれであります。でちなみに、これもネットで引っ張ったカメラなんですけどね、今の龍門ってどう何回などってちょっと引っ張ったら面白い写真がありましてね、これなんです、先ほどの絵と比べてもらいたいんですよね。ここついこの絵が円ですね、ようできてまして、山の形までごっついリアルであります。位置関係もほぼ正確というレベルでやっております。それからそれぞれの石窟の個別の平面図が必要です。でこれももう、今現在の発掘調査の、必要詰めと同じ考え方です。でその中に遺物が出てくる、これはまあ別の石ではあるんですが、お椀であるとか壺のようなものの、実測をやってます。でこれは聖書版ではなく略測ですのでね、パッと見たの若手のこう研究者がね、龍造って下手、鳥龍造って下手ですねって言われたけどね、まあ、これはうまい下手は別に置きまして、書き方の考え方は一緒ですね。今現在でもお椀を実測しようと思ったら真ん中に線を入れて 半分は外から見たの、で半分は断面図が分かるようにかと同じ手法を使ってます。同じのこと何人も言いました。鳥龍造ってざっと書いとんなっていう人もおれば、同じ書き方やねって感心したいと思うんだけどね、そういうことをやっております。それから、これも略測図なんですが、世界中回っておりますのでね、二度と来れませんので、珍しいものを見つけたら必ずメモに取っておく。でこれはね、なんかこう鉛筆かなんか置いたらよかったですね。スケールでね、小さいんですよ。だいたい10センチぐらいのこれ短冊みたいなやつね、これ手のひらに乗るんですよ。これを何十枚こう、所持しとってパパーッとこの場で書いていく、ね、だから光景で言うとこんな感じでしょうかね。これはまあ別の遺跡なんですけれども、パパッと現地でこう約束をして、それを家に帰ってまとめると。これはまあいわゆる考古学的な手法のまあ一端であります。それから、文献史学的手法で、今現在我々文献史学って言ったらね、古文書になったんかいなってことになりますね。まあストレートに言いますと、なかなか古文書は読めません。しかしながら龍造が書いた字自体も古文書に近いぐらい崩しとるんですよね。こう明治のね、時代劇としてですので、ね、近世文書に近いぐらいの崩し字を自分も書いておったというのもあります。それから、中国がね、主たる対象になっていきましたのでね、中国はものすごい文献がよく残ったんです。ですから新しい知らない地域に行ったら既存の資料をまずこう発掘していく、でどんなふうに書かれたのかちょっと網羅的に調べるというのを始めていきます。これまあ中国製ノートというのは商標本名をつけましたが、びっしり書くのね、やっぱ昔の日本人は非常に細かいですね。で、これが表紙で綺麗なところで、これ一つ選んだんですけどね、実はこれノートというか専用ノートじゃなくて、家北交通社で書いてるね。
なんかこう交通機関を利用した時にこう帳面がアイテムがあるのこれくれって思ったんですよね。で家北交通社のなんか帳簿をつけるようなノートを戻ってきて、ほとんどこう詐欺の帳簿が書かれてなかったんでね、本人も家帰って年々と自分の調べた成果を書いていったと思うんですね。でそれから、これですね、これはもう閉じ物ですが自分で名前をつけてましたね。この回はね、抜記帳でね、抜き書き帳なんです。でいろんな中国の古典を調べて必要な要素を面々とかね、これは何十話も作るんですね。これを、まあ、整理作業と称して朝からずっとこれ見ていきますとね、こう変な感動になりますね。これ日に引きこういう作業をね手掛けでやっていくわけですね。で今の我々はもうワープロとかパソコン上が発達してますんでね、打つのは早いんですけど書くのが遅くなってますよね。容器書いたらもう手がくたびれて書けんようになる。で本のお構いなしでも次から次これを書いて、網羅的にもう全部ピックアップする。ところがそんだけ調べた上で現地に行くんですが、こんなタイプなものを持っていてそのまで読むわけにいかないんでね、今度携帯用の現地調査版を作るんです。それがこれなんですよね。聖徳伏抜き紙というものでありますけれども、調べた結果をその当日分だけをまとめて、穴を開けてばっかりとする、まあ、こんなのを工夫しておった。それから人類学的手法ということで、ね、ちょっと急ぎますからね、これが一番初めのお箱だったと思うんですが、人類学というものは一言で言いますと人間の存在自体、体自体を一つの標本にできたと、標本と見なしましてね、身体検査をしていろんな人類を、比較していく。でいろんな計測値が入ってます。身長とか体重、まあ、これ今でもやるんですけどね、耳高とか肩高とか喉の高さとかね、高さだけでもいろんな項目があって骨詳細なんです。それから、顔の形なんかにこだわりますね。この辺にあるんですが、こう丸顔だとか面長だとか、頭がこうデコが広いとかね、エラが張っとって四角形の顔だとかね、こんなんを一時手で書くのめんどくさいのでフォーマットを作っといて、これにピンとこうこうデコが広いタイプとこうつけていくんですね。鼻の形なんかをこうやってつけてます、まあ、こういうふうな統計的な調査をやる。それから、足型なんかも盛んに取るんですね。扁平率だと思います。扁平率が違いますけどね、これもあの民族で差異があるようで、手形足形の世界であります。こういう手法を使っている。それから、同じともいろんな民族と出会いますのでね、さまざまな違うの文化的な現象が目につくわけです。まあ、これも一例中の一例中なんですけどね、当時もほとんどもゼロに近づいておった千島アイヌの部族の家にあったお守りの人形であります。玩具の類で分類されてましたけどね、まあおそらくお祭り用ですね、こういうものだなとか、これなんかも今でも意味不明です。船の形をした、これも玩具の類で扱ってますが、これもまじないでしょうね、ハート型に顔が描いてます、ね。それからこれは聞き取りちょっと先ほどのあれですけどね、言葉の壁を乗り越えて、もう多分お互い同士言葉を通じてないですね、身振り手振りと活気よね、これ筆談なんかをする。でこの筆談の成果として、これ珍妙なのが出てくるんですよ。でこれは初めなんかわからなかった、このセットですけどね、こんなの3枚4枚セットであるんですが、これが後に新聞に掲載されてました。両方とこれ明治時代の話なんですよね。このコメントを読んで初めてわかるんですが、村同士の喧嘩やね、仲裁はどなしてやるようなってことを現地で聞きよった。でこの喧嘩しよう場面はこれなんでしょうね。でこれは最後決着がついていくような場面だと思うんですよね。でこのイメージを言葉は通じるんですけど、こう図で書いてくれとこう盛んに言うたんですよ。で相手の方の躊躇が、こんな感じちゃうかってこう書いたのがこれであります。でこれにコメントを付して、新聞の資料に発表しとったっていうのはまああったわけですね。こういうことをまあやっていた。以上ね、この4点ほどね、特徴的な手法を言いましたが、とにかくこう学問の壁を作らずに目的のため必要なことを全部やる人でありました。その手法を駆使しながらアジア中をね、駆け巡っていったわけなんですけれどもね、行った先を確認していきます。まず台湾ですね。台湾は5回、千島列島はね非常に大きいインパクトを与えたわけですが1回しか行ってません。樺太シベリアは4回。なんで樺太シベリア市なんかと言いますね、樺太に行ってから黒竜江の河口に渡ってそれが奥地に入るっていうコースがねありましたので、セットにして4回行ってます。それから西南中国、いわゆる雲南省やその奥地ですね、これが1回です。それから朝鮮半島は非常に近いのでね8回行ってます。さらに、中国東北部、内モンゴル、これはもう一色でまとめてます。
当時の言い方が一番分かりやすいんですが、満蒙やけどですね、満州蒙古地方、ね、実際にはあの住んでる民族も部族も違うんですけれども、地形的に一つ月に非常に広い範囲がありますのでね、この辺あたりを満蒙と称して14回と。で1回の調査が短くても半年ぐらいいくんですね、場合によっては1年したり1年半おったりする、3年続けておったことがあるということを考えますと、この回数かける2でもかけたほうがすごい年数になるわけでね、かなりの時間を海外で過ごしておったということになります。で、順次ご紹介していきますが、一番ね最初のね海外調査が遼東半島、実はねこれ鳥居良三のね、負の側面として言われることが多いんですけどね、戦争に協力しとったらちゃうかと。つまり当時日本は日本陸軍のところにね大陸に進出していく、日清戦争を勝ち抜いて、日露戦争をやってね、で、最後日中戦争に流れ込んできますよね。新しい占領地ごとに龍造は調査に行った、まあ非常に合理的な方法なんですけれどもね、龍造自身の発想の中でそういうふうな帝国主義の発想はほぼないですね、研究者としてのあれしかないんですが、やっぱり条件整備がありますね。全くの外国に行くよりは、軍なんかが駐屯しとった方が行きやすかった、ないしはまた軍の方でも新しい占領区域にどんな人々がおるんかっていうのを知る必要があった。そこで公募が始まるんですね、この間占領したばっかりの、戦地だった領土半島に来る人間おらんのでっていう時にね、やっぱりみんな尻込みをするんですね、危ないんちゃうかとか、わし行ったことないしとかいうことなんです。でこの時は龍造だけ手を挙げた、だから当たったっていうので初めて行くんですね。で、本当はこれはもう性格の問題なのかもしれませんけど、調査計画がないんですよ、ね、旅順の港を降りてからもう、気が向くまま足が向くままに歩きに歩いたって書いてますね。歩きに歩きうちにいろんなものに遭遇するんだと、いうことなんです。で、これを見つけた、まあ、いわゆるドルベですね、巨石構造物で史跡も密集、まあ、墓なんですけどね、下の方に部屋があって上に平たいテーブル石を置く。でこれは、ヨーロッパ地方で早い時期から非常に、まあ、よう知られておって、西洋文明的なものと受け取られていた。でこれを東洋で特にアジアで初めて確認したんでないんだろうかと言われるのがこの調査であります。で、よく質問されるんですが、こうなってこんなでっかいみんな知っとったんちゃうんで、これは知っとったんだろうと思います、近所の人もごっついのあるんだよと。ただこれをドルメンって思ってないんですね。でそういうふうな知識を持っている龍造がいて、これドルメンじゃーって大騒ぎするわけですよ。でこれで帰ってきてすぐにもうあの、両党半島のドルメについてっていう論文を書いて発表していって、で、世間に認知されるようになった。その目で見るとこのドルメは東洋のなんぼでもあるわけですね、うん、ということになってきます。でさらに台湾ですね、本当にまあ日清戦争占領地ばっかりなんですけれども、台湾も日本に割譲されます。で、台湾の方には5回調査に行っている。で首都で対象になりましたのは、やはりあの山岳地方の方におりました原住民族、よく高砂族の名前がね昔は知られてますけどね、闇族とか網族とかタイヤル族とかいろんな部族があります。でこれを大きく 7つのグループに分けて調査していった。でその時に、カメラ写真写ってますけどね、初めて調査にカメラを持っていった、ほんの当たり前やんと。今だったら現地調査でカメラが持っていかんにおらんわと思いますけども、日本では多分龍造が一番早いです。で当時カメラがごっつ大きかった一つがこんなこんなって抱えていかねえかぐらいカメラがでかいわけですよ。でフィルムがまだないんですね。今現在フィルムもなくて電子データですからね、こんなこんまやつ3000枚も撮れるけんね、何も考えていっぱい写して後からいらんやつ消したらええと、気楽な世界になったんですが、この頃フィルムよりももっと大きいはがきを一回り大きにしたのがガラス看板ですね。これで1枚です。で、10枚20枚ってあかんですからね、1日ね300枚ぐらいセットして担いで持っていけた。ただこう結構ヒマラによってこうガラス看板のグラム数を測ってみて、300枚やったら65キロになったよと。65キロって人間一人前ですからね、これを担げんことはないですけど、1日担いで山道があれだごっつ重労働ね。でこれをやってみた。でその結果として、まあ、これ看板ですけどね、まあ、こんなふうな写真が残っています。おそらくねこれはあのお祭りの時の格好でね、日に日にこの格好はしてないはずなんですが、台湾の原住民族の一つのタイヤ人の、前から祭礼の日に出くわして写真を撮った。おそらくもうこういう祭礼はもう耐えてしまうんですよね。これはみんなでお祭りしようですよ。真ん中座ってる人は酒飲むよね、これ回し飲みしてみようと思いますけどね、まあ、こんなふうな写真が残されていった。それから、結構やっぱり龍造はたくましいところがありますね、原住民族もやっぱり警戒しておけんね、初め話もしてくれるもんですよ。ただずっと村の端っこでテント張っとったらだんだんこう話しかける人が増えてきてね、仲良くなる。
で最後帰る時に、この船くれってこと言うんですね、ごっていうことです。これ生活に使う漁業用の船なんですけどね、一つもらいまして持って帰った。でこれを東京大学に置いておったのね。でこれはずっと戦後になって龍造が死んでからも東京大学に保管されておりまして、今でも総合研究博物館にあるっていう品物ですね。現地のこれはタタタと呼ばれる、まあ、栗抜き船、栗船ですね。続きまして千島列島であります。アイヌというのが一つね、龍造にとって大きいテーマでありまして、日本人の起源を考えるときに、いわゆる稲作なんかが始まる前には、アイヌ系の人々が広く住んでおったんだろうというのが一つ仮定としてあるわけですよ。で、ただこの当時はアイヌと呼ばれる人々は北海道に一部、サハリン、カラフトに一部、で千島の一部、でこの三部族は元の根っこはしないけども生活様式が全然違う。だから別個に調査した方がいいんです。ところが千島列島のアイヌはもう絶滅寸前でありまして、龍造が行ったこの時期でも、総勢で64名しか残ってなかった、ね、64名しか残ってなかった。でこれを、まあ、調査したいと。でそこでレオタンがこのグレゴリー氏というね、千島アイヌの出身ですと言うて東京で働くんですよ。でこの人は日本語をある程度理解できましたので、頼み込んで一緒に同行してもらうと。その結果として、まあ、これは写真ですね、まあ、これはまあ倉庫なんですけどね、非常にまあ古い形式のまあ倉庫でありますとか、縦穴住居と思われるような痕跡とか、たくさんまあ見つけてくるわけですね。で後の自分の学説を補強するに大きい材料になった。で、まあ、先ほど紹介しましたようなこれニボンボンというんですね、この人形ですけどね、グレゴリー氏の肖像とかたくさんありますが、こういうまあ民族資料も採集してきた。それに続けます。中国西南部の方にもこれも1回だけですが行っています。なんで中国の南部に行ったかと言いますと、台湾の調査の延長ですね、民族は移動したんちゃうかと、ほんで日本人ができてきたんじゃないかと考えるわけですよ。そこで日本と台湾の関係が知り通って台湾に5回も行った。するとそれを延々していきますと、台湾にどっかが移すんなんちゃうかということで、中国の南部に行きたい。ところがこの当時は中国も非常に混乱期で、植民地支配がどんどん進んどってね、治安も悪いわけですよ。日本人は一挙ともうほんま殺されるんちゃうかというような時期でありましたので、これは当時の写真ですがね、馬の上に乗っているのが龍造ですが、なんかチャイニーズシナーの服を着て帽子をかぶっております。まあ役人服着ていったと、この方が断然なんちゃうかと、日本人珍しいなんかなし反感も取るっていうよりマシだと思ったんでしょうけどね、変装して入っていったという写真ですね。で実際に入っていきますと、ある程度まあ友好的な関係も築けましてね、その村の先生ネットと撮った写真、ここはあの小島、露小というんですよね、大型の小を持ってますね。もう皆がこれを吹きまして、いろんな祭礼でこれ使いますので、ね、これができないならば成人の扱いを受けないというふうなまあ村であった。で一つ現物を持って帰ったのが現在展示しておりますこれでございます。それから朝鮮半島ですね、朝鮮半島は8回行っている。でただ朝鮮半島の資料はね8回行った割には少ないです。なんでかと言いますとね、当時いい立場を持ってましたんでね、朝鮮半島側見たら負の遺産になってしまっている朝鮮総督府っていうのがありますよね。で総督府の嘱託職員にしてもらってで調査をした。だから調査成果は全部総督府に預けないということで大半を預けて帰ってますので、回数の割には少ない。まあ、その中でよく知られておりますのはこれ近海海図からですね、発掘調査をやった。で、その時の写真も写真であるとか、まあ、図面なんかも残っております。よくね朝鮮半島から問い合わせがあってね、今現在なんですよ、去年は5回ありましたね。この近海海図関係とかね、いくつかの遺跡のねデータ残ってませんかって聞いてくるんです。というのはやっぱり韓国には韓国の戦後がありましてね、戦後になって独立を勝ち取りますよね。だからやっぱり日本憎いわけですよ。でこんな占領下の調査もほっとけということでぶちほっとったんですが、つらつら考えてみたら近代的な手法に基づく発掘調査というのはこれがごっつ早い時期ちゃうかというふうに、気づくんです。で、平成のこの時期になってもっぺん龍造の調査をきちんと科学的に見直さんかというふうなことが始まります。ところが、調査資料が2つに分かれて、要するに韓国に置いてきたのもあれば龍造は自分で持って帰ったのもあるんで、これを双方で足して、確認するのは分からないということで問い合わせがあるというふうな、まあ、資料物であります。それから、まあ、写真類がたくさん残りましたのでね、こういうような当時の韓国の この風俗を伝えるような写真もたくさん撮られています。最後になりますけどね、最後というか、まあ、地域ではね、最後の地方ですが、一番たくさん行った満州モンゴル地方ですね、満蒙の話をしていきます。
で、特にねこの満州蒙古の方で注目いただきたいのは、遼という地方ですね。これ国名なんですが、草原の仏教国というんでね、たくさんの仏塔を残した国なんです。唐の話を少しやらせてもらいますが、遼蔵のね撮った写真、特にモンゴル地方の写真である唐の写真が非常に多い。唐に非常に価値観を持っていた。で、時期的にはこの遼の時代にできた仏塔が多いです。で、じゃあ遼とはどんな国なんかと言いますと、これはまあ支配領域を書いてますけどね、まあ、草原の遊牧民族の国ではあるんです。ただここちょっと注目いただきたいんですが、ここに中京とか中京とか書いてますわね。この辺あたりが今の北京地方であります。したがいまして万里の長城を越えて農耕地帯まで一部占領したと強い国になった、ね、で軍事的には当時併合している中国は北宋、宋の国なんですかね、宋を圧倒するんです。ところが文化力でははるかに中国が高いのでね、ものすごいこの中国文化に見せられていくよね、この国自体がね。で仏教を導入しまして、たくさんのものを残していきます。まあ、こんなふうなね、唐三彩に近いような、瓦やこの焼き締めレンガですね、を残した国である。で、これは、まあ、唐の中ではおそらく姫路城の一部を占めるんでしょうけど、非常に、まあ、バランスの良い唐も残っている。で、この仏塔にね着目しましてね、たくさんの写真を撮っておりますが、仏塔の話をちょっとさせてもらいます。いわゆる、まあ、ストゥーパって言われるんですね、唐はね。でその中で、ストゥーパのトゥーのところですね、ストゥーパっていうのはストゥーパ、ね、トゥーのところに、ね、発音強めますので、これはトーと聞こえて、この字を当てていった。で実はもともとインドからあるもんでね、仏教ですのでね、日本ではこんなふうな、まあ、塔がたくさんありますが、これは日本の、まあ、仏塔のイメージであります。ところがインドで有名な仏塔を一つ調べますと、サンチーの大ストゥーパっていうのがありますね。似ても似つかぬ形をしている。これ世界遺産ですよね。これ本来の塔らしいんです。で、これとこれは同じものらしいんです。で、着目いただきたいのはここですね。塔には必ずこの突起物がついている。これにもついているわけです。で、輪っかがついている。これが共通なんですね。本当の塔の一番最重要部分、本体はここでございます。こっから下は土台です。これが塔なんです。だから、各地の塔は全部形が違うんです。これビルマの仏塔でパゴダですね。寮が作るにはこれは六角形型になるんです。しかし上の方についてはみんな一緒であるんです。こんなのがついております。だから日本も一緒なんですね。で、だからこれは仏塔というものはごっつ普遍的なもので、仏教が広まったところには必ずあるんだけれども、その土台になるような部分は各地独特の発達をする。ただ法隆寺の五重塔は木造を組み上げてますよね。こんな砂漠地帯ではこんなことは至難なことはできないわけですね。だから違うものになっている。でそれをちょっと調べていくことによって民族性がごっつようわかるという話になります。龍蔵は本当にたくさんの、ね、仏塔の写真を撮ってきておりますのでね、いくつかご紹介していきます。これが龍城慶城南塔というんでね、パッと見たらちょっとグロテスクなんですね。なんか昔の戦艦のブリッジブームみたいな感じがしますけどね、この六角形の仏塔で、焼き締めレンガ、固く焼いたレンガで作ってます。でレンガで作っとんでね、このデザインは本当に不要なんですね。これ土橋って言ったら木組でね、屋根を支える時の組み物ですけどね、デザインとしてはこれ残ったんですよ。ただ、これはもう木組み、軸組みではありませんのでね、例えば対になるような、城慶城の北塔、これはもう不幸にも、経年劣化で穴が開いてしまった。で内部構造がよう分かるんですが、伽藍堂であります。つまり壁で支えてる。だからこういうふうな土橋はいらないんだけれども、デザインですね。ちなみにの話なんですが、最近も中国ではもう復元ブームでね、昔の古いものはどん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 大胆に復元していく。でこの賛否両論なんです。この辺あたりはきれいにこれ直したんでしょうね。まあ交渉が入ったと思うんですが、この吹っ飛んでしまっていた上っていうのはこれ想像に過ぎるのでね、日本の復元では多分これはしません。根拠はないけどね、まあ、ただ他からデザインをまあよくありがちなものを載せて上に載せるんでしょうけどね、まあ、復元された幅度はこれであります。あと、まあ、以下ランダムにいきますが、海原の仏塔、これ非常にバランスのきれい塔ですね。それから薬師寺の塔と斎塔のように、やっぱり日本一対一もやっぱりどこの国にもあるんですよね。北鎮宗塔ですね。それから、珍しく高原ですが木を使った木塔が一つ残っています。それから最大を誇る大きさがね、大塔、そして、デザイン的に美しい白塔などなどですね、たくさんの写真を撮っている。
それから、外国の話ばっかりずっとつらつらしましたが、日本国内もたくさん回っています。よくあるパターンは、半年外国に行って戻ってくると残りの半年を日本のどっかの倒産に行くんです。で、ちょっと見にくいんですけど、小さくてね、この地図のようにポツポツっとオレンジの点々がいっぱいありますが、これは調査地点で、北は北海道から南は沖縄まで、まあ、ほぼくまなく回ってます。だからもうずっと東京の麻布に自宅があったんですが、ゆっくりして回るほとんどないんですね。ずっと麻布の家を持っとんですが、ほとんどまあ旅行で回っていた。まあ代表的なことで地元の徳島にも何遍も来てますし、対馬に行ったり宮崎に行ったり、ね、長野とかこの辺あたりが海水の多い地方ですね。あと沖縄なんかも意図的にまあ調査をしている。で、これが狩猟魔改造の発掘調査のところの、まあ、写真とか、出土遺物であります。まあ、いわゆる、まあ、今現在だったら縄文土器って呼ばれる範疇の、土器を掘り出して、で当時両津の学生に照らしてアイヌ式土器、アイヌ派土器っていう名前で、まあ紹介したんですね。それから沖縄の方ではこういうふうな頭上運搬、頭に物をして運ぶんですね。あまりにも頂さんという似たような風習がありますが、これは世界中にあるんですがね、こんなに注目したような写真も残しています。それから、四国内で特徴的なところではね、先ほどドルメンの話をしましたが、リルスはドルメンの非常にまあこだわりが深くてね、これもドルメンの石だってよく言うんですよ。まあ、ストレートに石を見たらドルメンと思えと、平べったいんがあった、これドルメンの可能性があるわって、はい、鳥博士が言うたら、みんながわーっとこういろいろ立つわけですね。でドルメンをたくさん見つけたと言われるのが、大津の調査でありまして、これもドルメンだというわけですね。それからこうやって垂直に結立したやつをメンヒルって言うんですけどね、これもメンヒルに違いないって言うと、みんなで記念撮影を撮っている写真であります。まあ、などなどの足跡を残しながら、最後の海外調査として、ブラジルに行きました。ブラジル、ボリビアですね。もうあまりにも飛び地なんですけどね、これはちょっと曰くがありまして、外務省の方から、日本人なんかの移民の増えてきた南米の方に朝鮮に行ってくれるんだろうか、文化施設ということで、まあ、国の施設として、まあ、行かせてもらった。で次男リュウジルを連れて、まずブラジルに行ってから、アンデス山地の方に入っていって、いわゆるペルー全体を調査してみた、ね、これはまあ当時の写真であります。でやっぱり所変わりは品変わるんでね、全く間違いような格好のね、壺でありますとか、太陽神のまあ浮き彫りでありますとか、で最終的にはマチュピチュ遺跡まで行ってます。このマチュピチュは非常に有名でね、鳥居流動とマチュピチュまで行っとったんとよう言われますけどね、宣伝ですけども、年が明けまして1月にまで企画展をやりますが、今回はこの南米調査をね、ちょっと取り上げてみようかなと思ってます。で、だんだん終わり違ってまいりましたが、こうやってもう世界中を、ね、こう歩いていきますとね、まあ、いろんな方の 人脈人的関係ができてきます。でそんなのを、まあ証明するようなね、まあ、いくつかの資料を紹介したいと思います。これはね、洋雑誌抜き刷りっていうんで、まあ、写してみたんですが、全部でねバラバラのものなんですけど、抜き刷りがね、44冊見つかりました。全部国籍が違います。ある抜き刷りはもうどれ見てもアルファベット書いておったらね英語に見えるんですが、英語読みしてみて読めないやつは違うよね。あ、これフランス語ちゃうかとかドイツ語ちゃうかとか、もう中にはもう何歩調べてもわからんんだけど、やっと分かったがポルトガル語で書いておったりね、点があります。世界中の研究者とこうネットを持っている。で、流蔵自体はヨーロッパにいてません。しかし人類学を通じての交際がありますので、抜き刷りを送ってくるんです。まあ、よくあるのが論文書を出しましたとかね言うたら、一冊丸ごと送るのがもったいないじゃないですか。自分の会社とかだけを抜き取って印刷するという習慣が今現在ではありますけどね。で研究者同士はそれを交換するわけですね。でその交換された抜き刷りを見ていくと、この交際範囲が分かってくるというんでね、非常に広い範囲の交際範囲を持っていたという証拠であります。それからこれはちょっと変わったところでね、ブラジルのねごくごく一般的な、移民の子孫から手紙が来ます。で鳥居博士に熱烈なことを書いてますね。まあ見てくださいと、これ一緒に送った写真ですね。真ん中に大きい壺があります。これわしが掘ったんですと。でこれはかなりの値打ちもやと、まあお宝鑑定団じゃないですけどね、やっぱこれ値打ちなんちゃうでってこう考古学者に見せたいじゃないですか。でこれ見てくれって言うんですね。でさらにこれを掘ったんはこの川をこう遡って行って、この辺あたりにあってってこうドッと落としたんです。地点も言うと。で、何種類かってで絵も描いてますね。で、とにかく流動博士来てほしいと、熱烈による、まあ、だからブラジルには1年半ぐらい行ったんですけどね、
日本から当時世界的に有名な学者が来てくれたっていうのものすごいインパクトがあって、で、ちょっとした発掘ブームが起こって、龍造と同じようなものを掘ってみて龍造にまあコメントしてほしいってなったんですよね。でそれの関わり合いでありますとか、晩年にはあれ13年間ね、中国の大学の教授をしますが、最後まあ死去を悟って帰る前に、中国の教授から送られた、これはまあ掃除ですね、いわゆる別字って書いてますけどね、非常に達筆のまあ別字も残されています。それからこれは、一緒に台湾調査に行って、台湾で亡くなった昔の友達をまあこう、忍んだような文集。それからこれ面白いですね、あの会津弥一書館、文学者の会津弥一がおりますよね。で会津弥一とどうもね結構仲が良かったらしくてね、この手紙自体は龍造は宛名にもあれにも何も出てきません、大阪に住んどる伊藤利光という方に弥一が送った手紙なんですが、中身を読んでいったら龍造のこといっぱい書いてるんですよ。で、鳥居君は何か僕のことを不思議の人間だとか言っとうらしいと。ね、不思議な現実で変わったやっちゃって言うんですね。変わった変わったいい回っとると。でわしから見たらえっぽの鳥居君の方が変わっとんだよっていうことをこの伊藤さんに言う、ね、ということはお互いどうですか、こうほんまに嫌いな仲やったらね、悪口言うたらねもう絶対もう無視して言わんわけですよ。でまた逆に陰で悪口を人に言うとはまた言われますのでね、この二人実は仲がいいね。でわしのことをこっち変わりもんじゃ変人みたいに言い回って、ほんでわしから見たらあいつにはかなわんわということを面々と書いて伊藤さんに送ってたからね。でこれが面白いと思ったんで、多分龍造のところにこの伊藤さんが送ってきたんでしょうね、こんな書き回ってというんで、これを置いておったというんですね。文学者とも交流があったということです。これはまあ地元の方での、ね、研究者でね、鳥居新派の、大川国太郎弟子の一人ですね、の書いた原稿をですね、これ読んでくれって言って送ってきたんでしょうね。それから、この手の、ね、スケッチが、ね、たくさん出てきます。ものすごくうまいですね。これは何やともう、進めなく目を引くんですが、これはミナ・イーメリットっていうあのサインが入っておりまして、フランスの人類学者ですね。交流がありまして、さまざまな人類学資料を、こうやってこうスケッチの形でこう紹介してくれよったという付き合いがあったということになります。まあ、このさまざまな付き合いを持ちながら最後の晩年ですね、13年間は実は中国で完全に定住します。ハーバード遠鏡大学というところに今研究所がありましてね、教授に迎えられる。もう完全に日本を離れて、中国生活に入っていきます。でその間に、まあ、うんこの石窟人なんかの調査も知られておるんですが、とにかくまあ中国国民になっていくわけですね。でその間非常にまあ不幸な時代で、同時進行で日中戦争が激しいになっていって、太平洋戦争に突入して、で、日本人だったら龍造なんかはまあ白い目で見られるんですね。まあ、軟禁状態なんかを体験しながら、戦後まだ教授として復帰して、ね、評価を得ていく。ただ、81歳の頃にこれはもう言葉で説明できないんやけども、思うところはあって、つまり、もう名号ない、死ぬんやったら故郷で死にたいと思うて日本に帰ってきます。で、その時にパスポートが残ってますね、13年ぶりに日本に帰ってくる時に取得したパスポートで、もちろん家族の分もあるんですよ。だから不思議なんでね、あの ご夫婦っていうのは夫婦で1枚で行けるんやね。で、あの孫お孫さんなんかはもう1枚自前の持ってますけどね、なんかほんの制度になってたらしくて、キミコさんと連名でパスポートが発行されてる。それからこれ引き上げの時のね、地割り予想の時代ないですね。ご家族が誰かが代筆したんやけどね、お父さんどれ持って帰るんちゅうさですね。であれも持って帰りたい、これも持って帰りたい。で検閲がありますからね、当時はもう共産主義に変わってますんで、検閲と引っかからないような格好で持って帰らないからですね。で貴重な資料を持って帰りたいんでリストアップしたのはこれで、こっちが生活用品ですね。こっちが論文集です。論文資料の関係です。でこれ資料の投資番号を売ったんですよ。で、このまま調べ出したからこっつう疑問だったのが、こう放送紙みたいにぐるぐる巻きしたら大量の資料があるんですね。一方がされたんですかね。でこの、放送紙の上に1とか63とかいっぱい書いてるんですよ。この番号って何なんやでずっと思い言ったんです。でこれが見つかってよう分かりましたが、内容は全部これ対応します。つまりこの紙に幕府で持って帰ったに番号を書いたのがこのリストと同じ番号で、これは全部中国から引き上げる時の一括品であるということになるわけですね。まあ、こんなものを残された。それはこれですね、これがね東京に持ってきてからの話なんですが、これ設計図面です。書庫のね設計図でね、鳥居家は当時ではごっつい珍しいね、個人のね書庫としてはね、まあ、数少ない、コンクリート作りの書庫を持ってた。
で、これはもちろんね、龍蔵にはそんだけの経済力はありませんのでね、盛んにバックアップしてくれた大阪毎日新聞の本山彦一っていう考古学者でもある方がおるんですね。その方が寄付してくれた。で、中国に渡る前に持っていかなかった本を全部これに入れて、中国行ったんですよ。で、中国から帰ってきたらね、もう当然、東京も大空襲でね、もう全部焼けてしまった。もちろん我が家もボロボロなんて焼けてしまった。でようやく探して自分の、焼け跡のところまでたどり着いた。これだけが取っとった。で中を開けたら、幸いなことで大半の書が無事だったんですね。まあ、一応まあ研究生活は継続できたという話であります。それからこれがね、その帰ってきた直後の写真ですが、ご夫婦ともにあのチャイニーズドレスを着ています。でこれは中国のだけ自慢して着とんではないんですね。とにかくもう四季をそびりますので、とにもかくにも帰ってきたんであんまり経済基盤がないわけですよ。だから新しい服が買えないので、当座はもう中国服で生活しようと、ね。そういうふうな中で、人生を総括せないかということで、ある老学との手記というね、手記をまあ執筆していったということになりますね。で最終的にまあこれを書き終えて、で最後にね、自分の研究集大成をねやりたかったらしくてね、考古学上より見たる量の文化っていうのを書き取ったんですよ。で実はたくさんの原稿のことって文章はできとったんやけど活字になってない。でこの図録編がとにかくできとって、図版だけが印刷されてるっていう意調がありますね。これが最後の仕事で、手記を書き終えて図録まで発行したところで、まあ、命がつけてまうんですね。83歳の時に東京で亡くなります。でその6年後に金国人も亡くなって、まあ、人類学研究者的なものはもう亡くなっているということになります。そこで最後にね、鳥居龍蔵が残したものをちょっとまとめていきたいと思いますが、一つはですね、失われつつある世界の民族と文化と、これはもう今までずっとあのお話させてもらったものが全てそれになります。たくさんの写真、たくさんの民族資料などなどですね、それから当館に残されております大量 の, あの調査関係の資料です。これは一つ残したものであります。それから2点目ですね、これちょっとお時間をいただきたいんですが、日本人の起源に関する学説を唱えた。でこれは当時社会的にごっつ大きい影響を持ったわけです。でその主要著書になりますのが有史以前の日本と、これはねもうびっくりするぐらい売れたらしいです。全部で第9版まで出てますからね。あの今現在ほんまにあの専門書が売れない時代でね、専門書を一括すれば大体600部ぐらいがもう限界なんですね。で売れんかったらもうそれで打ち止めです。で、反響を読んだら第2冊になって次が出るんですけどね、あんまりできない。でこの当時はあの活用を組み替えますんでね、第1版初版とか2版とか3版言いますけどね、全部で9版まで、版を重ねた、大正時代で有名なベストセラーだった。で何が書かれてるんだろうかということなんですが、まあ一言で言いますと日本人起源論です。天から降ってきたように今の日本人ができてね、万世一系でずっとおったわけではないだろうと。日本人はどっかから移り住んできて、いろんな経過を経て今の我々になったのだ、そのルーツを探っていきたいというのが、まあ、主張であります。こういうことです。日本人はどこから来たのか、日本人はいつどのようにして日本人となったのか、そこでですね、ちょっと回り道になりますが、これも現代の我々の感覚で考えたいと思うんですがね、日本と日本人を考える。よく言われますのが、日本は単一民族国家で日本人が住んどんでアメリカやとちゃうでって言うんですが、ほんまでしょうかという話であります。どうでしょうか。例えば、アイヌの話はどうでしょうか。今現在はアイヌは、保存運動の対象になってますね。かつてはたくさん住んでおりましたし、それを否定していた歴史があるんでね。でこれおかしいんじゃないかということで、まあ、保存せなはいかんようになってしまってますけど、もちろん現在ですそういう人々がおったわけであります。琉球はどうでしょうか。少なくとも室町時代の末までは完全な独立国で王朝でありました。江戸時代になっても琉球王家が来ましたって大名行列があって江戸まで行くんですよね。でこれを明治時代にこれは賢者ということで琉球処分をしている、ね。いろんなの大きな問題の根源もそういうところにあるかもしれませんが、しかし国としては別だった時期が長い、だから単一民族国家ではもちろんありません。それからほな本土近辺に住んでる我々は初めから同じような文化を持った人ばっかりなんでしょうか。人類なんだけどこれ兄弟やよね、同じスタイルだったんでしょうか。どうでしょうか。でこれはもう地域差の話になっていきますが、例えばもうごっつい 身近な例なんですね。うどん一つとってもですね、我々はまあ関西文化圏ですね、薄口醤油をつこうでだしが効いてうどんがうまいわとね、ところが東京に行ってうどんを食べようとうどん屋が少ない、あんまうどんがないですね。
で、そば屋にうどんを置いとったりするんですよ。で頼むとごっつい出汁が濃いんですね。ちょっとこれよく食べるなという人多いんですよね。まあ、東京の人は逆のことを考えとるかもしれません。いろんな生活習慣は、東西で随分違いますね。アホっちゅう印象とバカっちゅう印象は随分違います。この辺では親しい人間としてアホアホっていうのは何もでもありやけどね、それを関東ほど言うたら何であの人はないんかなという話になっていきますよね。それから寿司なんかも押し寿司と握り、これは東西ありますよね。すき焼きみたいな一般的なものでも作り方には随分の差があります。だから、ここで言いたいのは、今現在でもすごい地域差があって、以前はもっともっといろんなものがあって、だん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 これ融合されていく、これが普通じゃないんだろうかと、いうことを考えます。それをまあ土器で考えてみると、いわゆる歴史時代以前のね、代表的な土器で、縄文土器と弥生土器っていうのがあります。で、まあよく教科書なんか出てますが、縄文土器は縄文文様がある、中にはごっつい発達して、ごっつい派手なのが出てるんですね。これも世界的にも評価高くて、この古い時代にこんだけ造形っちゅうのはとよう言われるんですよ。ごっついものができる。ところがある時期からこれが普及してくる。でこっちはごっつい実用的なんです。あんまデザインがないんです。せやで今現在の危機に近いような感じになるんです。ガラッと変わる。で、縄文土器や弥生土器なんですけれども、当たり前なんですけれども、縄文土器や弥生土器よりも同じ遺跡で見つかる場合、下から見つかります。つまり古い。まず縄文土器が使われ、後から弥生土器が使われ始めたと考えられます。だから、どうでしょうかと思いますね。それから縄文土器っていうのは一般に弥生土器の派手であります。ごっついデザインが発達していくんです。デザインっていうのに注目しますね。だんだんシンプルなのが派手に派手になっていく。ところがある時期からストーンとごっつい単純に変わっていくんですよ。だからどんどん発達しとったが急に戻るのは何でなんでしょうかとね。これは土器を作ったグループがちゃうんだろうと、ね、弥生土器を使うようなグループがまた移ってきたんだろうと考えるわけです。人骨なんかで考える人もいまして、同じ弥生時代の土葬で同じような時代が見つかって人骨の二通りある。一つが、人骨は分かりにくいんですよね。エラが張っとって結構いかつい顔であります。復元図はこんな感じで復元しますね。こういうタイプと同じ弥生時代ですよ。主中で、目もあんまりごつくぼんでない、こういうタイプね。これをトライ系弥生人の最近は言うとおりますけどね。象徴的な話で、幕末にね、イギリスとフランスが入ってきます。特にイギリスはね、薩摩や長州に肩入りしてね、倒幕者っていうふうに持っていくんですよね。でその時にイギリスの外交官が気づくんやね。薩摩の方とも話をしょるし、長州の方とも話はしょんやけどね、と。日本人には二系統の顔立ちがあってね、地域によって結構偏りもあるねということなんですね。でその片方の典型的な顔が、まあ、これであろうと見かすんですね。目がギョロッとしとって、で薩摩にはこのタイプの顔の人が多かったように思うと。それに対しまして、長州の代表で、まあ誰でもよかったんですけどね、この方、高杉晋作やね、木戸孝允なんかもこっちの系統じゃないかと。これはやっぱりね、もともといろんな人が混じってきて、今現在もそういうあの、根血なり交流なり進行中であるっていうことのまあ現れじゃないのかなと考えます。で、まとめますが、鳥居流図の学説は、こうです。石器時代、日本列島の最初の住民はアイヌであり、彼らは縄文土器を使っている。これは今現在は、完全にはこれでは通りません。もっともっといろんな要素があります。だからこれは当時のものと考えています。しかし彼はアイヌ系の人々を含め先住民がおり、縄文土器を使うと考えている。で、そこへ弥生土器を使用する東北アジア系、要するに朝鮮半島を通ってきた人が、主たる人々になるんやけどね、訪れて文法を広げた。だから新しい型の違う土器が入ってきた。でその後も何回にも分けて東北アジア系の人が断続的に入ってきた。で、例えば鉄器を使うようになった時期、例えば馬を、戦に使うような文化に鞍を使い出した時、何回もなんか考えられる。で、その中で、まあ、例えば戦争が起こったり、ないしは友情が芽生えたり、ないしは家族になってしまったりということをしながら日本人が形成された。で、これ自体はそのままでは今現在その適用できない部分もありますが、当時製品は先進的だった。鳥居流図の学説の価値なんですが、
一定の民族移動を何回も経験しながら今の日本人の元気が作られたっていうのはもう現在では定説でありまして、もう20年ぐらい前から高校の教科書にも載っていることであります。でしかしながら、これを非常に早い時期に言うたということにまあ大きい意味がある。とリリースは100年前にこの説の原型のようなことを言うて9冊も、9版も組み替えないかんぐらい本が売れた。大きな社会的影響を与えた人だった。でこの学説の根拠になるのはただ単に、縄文土器が下が出たっていうだけなしに、各地で土器を掘ってもらった。わしは台湾に行っても掘ったし、朝鮮半島に行っても掘ったし、ね、千島列島でも掘ってきたよ。ユンが大きいバックボーンになって、信憑性を与えていった。これはアジア全域を、まあ、フィールドワークした、流動なかったらできない業績だったといいます。これは2点目ですね。残すところ2点目は、日本人の危険に関する学説があります。最後になりますが、もう1点、あえて付け加えました。グローバル人材だったんじゃないかなと。今現在ね、いわゆる教育現場なんかでも、グローバル化っていうものに対応できるような教育しなさいよと。で新しい教育大綱にね、グローカルっていう言葉が出てましたね。ローカルだけれどもグローバルというふうな意味で、まあ、使ってますね。地域密着のやり方社会に通用するということを言うんですが、まあ、そのままの通り流動そのものやなという感じがします。特に東大を辞めてからの、ね、流動というものは完全なもう民間学者です。いわゆるあの、管理のアカデミズムの、ね、支援を得ない人間で、やっていった。でそういう自負心を持ってこようなところが非常に大きいんじゃないのかなと、いうことを考えまして、最後にまあとりあえずの言葉で締めくくっていきたいと思います。これはあの晩年に書きましたね。80歳の時に書きました、ある老学部の手記から、引っ張ってきています。こんなふうに言ってますね。私は、学校卒業証書の肩書きでは生活をしない。私は私自身を作り出したので、私個人は私のみである。私は自分を作り出さんとこれまで日夜苦心したのである。この生々しいですよね。私はもう何やたらず自分で自分を作ったんだと、この努力はこういうことなんだという話がありますね。続きがあります。のみならず、私の学問も私の学問である。そして私の学問は妻と共にし子供たちと共にした。こういう写真ですね。かの聖人の言に明日に夕べを聞いて夕べにすともかなりとある。私は道学者ではないがこの、言葉は私の最も好むところで、町の学者として甘んじている。この町の学者というのがね、まあ、流蔵のまあ訪ねた境地である。まあ、要するに、自分なりのオリジナリティなりの活動を自分の身近な人間とやっていって、それで世界に通用させていく。まあ、こういうことをね、追求した学者だったということをお伝えしまして、本日の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。